美容師って多い方がいい説とこんないらなくない説があって、僕は結構多いから武道館でヘアショーなんてできてることだし、お客さんを取りに行くっていうのはハードル上がっちゃうけど、日本の美容って結構レベル高いなと思うのは競争がもう激しいからっていうのがあって、僕はなんか多い分には誇りも持てるしいいなっていうのは思うんですけど、僕はもう半分ぐらいになってほしい派なんで、もう全然純度高くいってほしいなっていうのが僕の当初からの意見なんですけどね。数が増えれば1人当たりの取り分減っちゃうのはもう明らかなので、収入もっと上がった方がいいなとかいろいろあるんですけど、減れば上がるなっていうのがあるので多すぎなくていいなって全然思いますね。業界の何にとっては少ない方がいいのかとか、業界外の見られ方とか、そういった催しを起こす際にはやっぱり多い方に越したことがないっていう観点もあると思うので、事柄によってその議論の答えは変わるのかなというふうにまとめておきます。真面目はい、では月間ヘアキャンプ一つ目のトピックからいきましょう。はい、一つ目のトピックです。リビオニュースさんからピックアップしました。全国の美容師数と美容師数は合わせて54万150人、現、理美容師の1人当たりの人口は全国平均で214人になります。都道府県で見ると倍を超えるばらつきがあります。1理美容師当たりの人口が多い都道府県では沖縄県、東京都、大阪府、神奈川県、兵庫県、1理容師当たりの人口が少ない県は山形県、福井県、岩手県、新潟県、秋田県でしたというニュースからまずは始めたいと思うんですが、今あれですね、54万150人って一応これ2020年のデータということなんで、もしかしたらねもうちょっと上がり下がりあるかと思うんですが、まず健吾さん、はい、これに関してどうですか。いや、 やっぱ多いですね、美容師は多いですよね。でも一応登録の美容師さんということなんで、実稼働はまた別だとは思うんですけど、まあ、とはいえどのエリアに行ってもうちのエリアは美容師多いってみんなおっしゃいますもんね。だから、まあね、明らかに多いなっていう。もう東京都内、まあ、重さん青山、原宿、渋谷になるともうどんだけの人口密度なんですかね。やばいですよね。ここの平均数ちょっと気になるところですよね。ちょっと異常だとは思いますけどね。異常ですね、多分ね。でこれはだから1人当たりの人口の全国平均は214人、だから全国の日本人を54万人で割ると214人ってことですか。これ逆にじゃん、そういうことですよね、はい、だからどんだけ頑張っても結構214人ぐらいしか平均はお客さんつきにくいよっていう、まあ、こういう話ですよね。これってどうなんですか、やっぱ少ないってことなんですかね。少ないんじゃないですか。やっぱ少ないってことですよね、はい、やっぱりね、もう苦行ですね、美容師でも宮内さんとかだって、ね、月間1000人ぐらいやりますもんねまあそうですね、1000人1000人じゃ足りないんじゃないですかね。1000人じゃちょっと足りないですけどでもこれいろんな議論があるけど、こう美容師って多い方がいい説と、こんないらなくない説があって、あ、それいい、なんか僕は結構多いからなんか今でも日本で大きいイベントだったら武道館とかあるじゃないですか、武道館でヘアショーなんて多分美容業界が人数が多いからできてることだし、とかあとはまあね、なかなかやっぱりこうそこの中でお客さんを取りに行くっていうのはハードルは上がっちゃうけど、だからこそ今、まあ、なんか、なんだろう、海外とかで仕事してても日本の美容って結構レベル高いなと思うのは競争がもう激しいからっていうのがあって、僕はなんか多い分にはなんか誇りも持てるしいいなっていうのは思うんですけど。なるほど。内田さんはあんまりなんかそこに対して僕はもう半分ぐらいになってほしい派なんでこれ前健吾君ともね、そういう話しましたよね。半分、そう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 、はい、もう全然純度高くいってほしいなっていうのが僕の当初からの意見なんですけどね、健吾君どうですか、いまだに。いや僕もでもその多い方がいいとは当時から思っていないんですよ、あ、本当ですか、はい、やっぱ需要と供給で、はいはい、やっぱ数が増えれば1人当たりの取り分減っちゃうのはもう明らかなので、そういった意味では僕とかもなんか収入もっと上がった方がいいなとかいろいろあるんですけど、上がるためにはやっぱ減れば上がるなっていうのがあるので、そうですよね、はい、だから多すぎなくていいなって全然思いますね、だから少ない派です、どっちか。じゃあやっぱこれだとやっぱ多すぎるっていう。そうですね、はい。でも牧田君のところは今従業員何人ですか。今450名ぐらいですよね、はい、村っすねまあちょっとした村、僕もこの部屋に関しては、ね、少なくていいと思ってる派なんですけど、はい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 、ただこれに関しては、業界の何にとっては少ない方がいいのかとか、今皆さんがおっしゃっていたような、その業界外の見られ方とか、そういった催しを起こす際にはやっぱり、パイが必要、
っていう観点で言えばもちろん多い方に越したことがないという観点もあると思うので、事柄によってその議論の答えは変わるのかなというふうにまとめておきます。確かに真面目、まあ、実際そのね実稼働がっていう話もありましたけど、まあね結構まだまだこう休眠中の美容師さんっていうかね、そうですよね、まあ、ママ美容師さんとかも含めると結構ね本当実稼働まだまだ少ないと思うんですけど、まあ、それでもやっぱこの都内に関して言うと本当にもう何ですかもう 100m 先にも美容室があるみたいなね。特にあの辺はそうですよ ね、 あの辺はね本当に青原あたりは逆によく頑張ってますよね。いやでも、ね、来てるところはやっぱ人気ですもんね。いつ見ても繁盛店とか特にレコさんとかもそうじゃないですか。いつ見ても忙しいのは。そうそう、ね、先日僕聞いたのが中国日本の10倍人口がいて、はい、美容師の数は日本の半分なんですって。そうなると実際どうなるんですか。超単価が生まれる。そうですよね、高単価がね、はい、だから一番売り上げがある方が37歳の女性美容師で、はい、年間個人の技術売り上げ20億円って聞いたんで。えすごっ20億円、まあ、その稼ぐ売り上げが美容師のバラメーターっていう観点もあるし、うん、じゃない観点もあるので、うん、これもだからじゃあすごいよねじゃないとはもちろん思うんですけど、うん、ただそういうふうにこう希少性を持つと、はい、そういった美容師もやっぱり現れやすかったりとか、一方でその人口カバー率的なところで言うと美容室に行くっていう利便性はすごく下がると思うので、この統計のような今の日本のような美容師の一人当たりのっていう方が生活してるお客様にとっては美容師がより身近で手軽にいいヘアスタイルがこう手に入るっていう観点で言うと、まあいいのか悪いのかさっきの話にまた戻ると思うんですけど、うそういう見方もあるのかなとちょっと思ったんです。あそうだ僕ちょっと1個、はいはいはい、前回までの放送を毎回見てて、うんうん、宮津さんと内田さんにちょっと聞きたいこととか言いたいことがあったんです。物申したいと思ってきたんですけど、今の単価の話と紐づくんですけど、そのお二人って単価どこまで上げるんですかというか上げないんですかもっとって思ってて、僕ですか、はい、内田さんって今単価どのぐらいなんですか。僕カット8000ですよ。え絶対安くないですか。どうなんすかね。でも健吾は先々月ご一緒させていただいた時、はい、明日から5万円にします。ちょっとまだできてないですよ。すみませんと。え準備。そうっすね。まあ、カット8000円でカットカラーとか、うん、まあ一般的なメニューだとどうなんですか。でも僕で言ったら客単価やっぱ2万ぐらいですよやっぱ。へえ。うん。まあすごい高くも安くもないっていう普通ぐらいじゃないですか。内田さん上げないとだって上げない上げれないじゃないですか。僕でも結構やっぱね、そうですね。割とサロン枠出ちゃってるんで。ああ、枠も多い。健吾みたいにね、はい、月1ぐらいしか。いや僕も月1ももやってないです。ああ、なんかこっちか。どっちかっすよね。まあやっぱいっぱいやりたいから、まあ割とそこは結構。あそっか、うん。数もちゃんと。そう。で若い子もやっぱやりたいから。はい、ああ、うん、なるほどなるほど。そっか。どうなんですかね。え宮地くん今どんぐらいやってるんですか。僕は指名料があってカットで7500円で、うん、ブリーチが多いから客単価は2万5000から3万ぐらいだけど、うんうん、でも本当に内田さんと近いかも。僕もサノワーク結構出てるから、うん、あーまあ、ターゲットがねやっぱり若者だからね、うん、っていうのも、うん、ただやっぱり年を取っていく上で、うん、そういうちょっと単価を上げたいとかじゃなくてコンセプトは僕も年を取っていくし、うん、なんか変えていかないといけないなっていうのとやっぱりちょっと思うのは、まあ、僕じゃないにしてもこれちょっと有名というか名のある美容師さんとかはなんか単価を上げなきゃいけないのかなっていうのはなんか常に頭のどっかであります。うん、なんかそうするとやっぱり今の20代の子たちがまた違う形の差別化ができるから、うん、なんかそういうのを道を作ってあげたいなってちょっといいこと言ってみたりみたいな感じです。確かにね。でも健吾くんはメーカーさんやっぱやってるじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱカラーの材料費が高い問題っていうのはやっぱあるじゃないですか。あそうですね。そうそうそう、はいはいはい、だからそこをが結構一番多分最近のサロンって問題視してて、まあ、確かに。でもそうそうそう、なんかカラーの平均単価、まあ、仕入れ の、 し、うん、あの平均でいうとなんか下がってきてると思ってて。あそう、なんかや安くないですか最近のカラー剤、うん、安いのが増えたなっていう印象がありますね。安く踏み倒してるって話じゃなくて。まあまあまあ、マキトさんに聞いてくださいそれは。どうそれはマキトさん。いやいや、どうはやばいな。踏み倒すっていうのもあるんですけど、でもそのやっぱりスケールで取引で額によってはやっぱりグラム単価を少しこうネゴしていただいたりはあると思うので、裏技とかありますか。裏技
それはちょっと収録終わってからさすがにねちょっとね確かまりましたで一方でねさっきあの書いてあった通り、人口の多い県数がやっぱりね東京都とか大阪っていうのはまあ予想通りかなと思うんですけど意外と沖縄とか兵庫っていうのも多いこれ結構意外じゃないですか沖縄多いっていうのも確かに確かに沖縄そう、ね、CS 僕のねそう CS メルバイサ中なんか実感あります2つあって、はい、沖縄多いなみたいな裸あります多いなっていうのと、うん、なんかなんて言うんだろう結構僕が会った人がそうなのかもしれないけど、うん、あの沖縄に美容師さんが行くケースも多い気がする行く？ちょっと移住というかそう東京でちょっとあなんかちょっと都会らしい、うん、あのルーティンあるじゃないですか、うんうんうん、東京の青原美容師とかの、うんうんうん、なんかまあ都心のルーティンってまあ、うんうん、激しいじゃないですか、うんうんうん、でも沖縄でやるとこう緩い感じで、うん、あそれちょっとチルしながら美容師やりたいみたいなっていう感じでうちの CS のスタッフは、うん3分の2沖縄以外から来たスタッフじゃあ沖縄に住みたくてそこでやりたいっていうケースで本当に多いみたいです確かにねそういうちょっとなんかこう少しなんか東京で頑張るのに疲れちゃった人とかの受け皿には結構なったりとかするのかそうですそうです、なるほどね、で結構宿毛矯正とかかける人も多いし、うん、あそっかそっか結構そうなんですよ髪質もね髪質もあれだから美容院が好きなお客さんも多いっぽいですよね確かにね、うん、なんか髪の悩みの需要は結構沖縄意外と多そうですもんね、うんうんまあ、そういう意味では需要と供給が合ってるのか合ってる感じしますね。で、まあ、このね少ない県っていうのはまあやっぱりねちょっとこうそういうエリアなのかなとあれ山形出身ね僕福島です福島東北2つ、まあ、3つ入ってるなと思ってそうですよね、はい、少ないですねうん実際まあ皆さん大体東京エリアでね出店とかから始めてると思うんですけど出店エリアとか、まあ、そういう出店に関してなんかこう基準みたいなのこの辺も牧人先生が言っちゃっても全部回答になっちゃうんでいやいやいやちょっと最後に天国も今、ねはい、やってると思うんですけどそうですね、うん僕は原宿に1個その、うんうん、プロデュースさせてもらったのと、はいはいはい、あと表参道に1個あるんですけど、うんうん、決め手はでも正直マーケとかは全然してなかったんで当時その利便性とか、はいはいはい、あとその人口が多いかとかそれこそ美容室が多いところにあえて出しましたね、うんあ激戦区に、はい、それはどういう狙いですか逆にそこで取れれば、うん、他で勝てるなって思ったあなるほど、ね、例えば原宿でブリーチカラーを売りにして、うん、お客さんが来て満足度高ければ、うん、要は他に行っても通用するな、うん、みたいなので、まあ、旗を立ってるじゃないですけ ど、ね、勝負しに行ったっていう背景はありましたね当時は飛び込んだっていう、はい、宮瀬さんはどうですか僕は当時この話するとちょっと内田さんやめろって言うかもしれないですけど売れてなかったから、はい、あの岐阜、はいはい、地元の岐阜に帰ってやろうと思ってたんですけど、うん、でもそれってもう岐阜出てから僕10年も経ってたんで、うん、一番遊んでたのが渋谷だったんですよ、うん、で今渋谷にシャチあるんですけど、うん、俺渋谷だったら渋谷の傾向俺が一番わかるなと思って、うん、で気づいたら渋谷ってあなんかあの交通もめちゃくちゃ便利だし、うん、人もめちゃおるし、うん、家賃も意外と安いみたいな、うん、あ渋谷最高と思って、うんあの渋谷に出店したらめっちゃいい感じになったって感じだから出した時はまだそこまでだったもんね、まあ、一回ブームが終わってなんかまた戻ってくる手前ぐらいの時に社中がだからパルコが全面改装する前でしょあれだってそうですそうだよねだからなんて言うんだろうパルコ周りとかも家賃が高くなかったし、うんうん、今めっちゃ多分上がってきてると思うんですけど、うん、っていうなんかそんなになんか予想したわけじゃないけど、うん、でも渋谷も絶対来るって言われてたじゃないですかあの時って、うんうんうん、そういうのは頭の中に入ってたっていうのもありますねなるほどね土地感的にね、はい、で最後牧人先生のそうです、ね、いいご教授ご指南お願いしますあのどういった基準でロンドンに関しては結構ゴリゴリマーケティングを自分たちしたんですよね、はいはいはいうん、あの以前の放送でもお話しさせていただいたような、うんうん、自分たちで銀座をっていうのをやったんですけど、うんうん、あのまあ決めた理由は銀座当時はまだやっぱり結構格差があるサロンが多くて、うん、中価格帯がやっぱりなかなか流行りづらい環境下だった、うんまあ、それを逆手に取って、うんまあ、突き詰めていけば勝てるであろうみたいな形で出店したんですけど、うんまあ、マーケティングが正直必要な美容師さんと必要じゃない美容師さんも僕はいると思ってるんですよね、うん、あの今からすれば、まあ、このお三方は業界内で有名で出店されて独立しますって例えば SNS 上で発信すれば、うんまあ、1店舗スタートアップで集められるぐらいのスタッフさんは絶対集まると思うんですよ
でそうじゃない方もすごく多いと思うので、うん、そういった方はやっぱりある程度はちゃんとシミュレーションした方がいいなとは思っているので、うん、僕たちはその後者のマーケティングが必要だったパターンだったので、うんうんうん、じゃない方は、自分たちのこう身の丈を知り、うん、ちゃんとシミュレーションをしてマーケティングする必要性があるかなと思います。なるほどね。今マキト君の時にズバリこのエリア暑いよっていうところちょっと一個教えてもらっていいですか。暑い、はい、暑いで言うとでも盛り上がりそうだ、ね、ちょっとそういう話ねちょっと知りたいですよ、ね、リアルです、ね、リアル関東圏だとやっぱり大宮、大宮あリアルですね。そこだとやはりそれでもやっぱ名古屋ですかね。あ名古屋はでも確かに出店多いですよ、ね、はい、大宮名古屋。横浜とかはどうなんですか。あ横浜もすごくいいんですよね。そう考えるとちょっとじゃあ次回あたりから宮下さんもそうですね大宮と名古屋と絶対出さないで絶対出さないで絶対欲しいですよ。